はい、一人で食いもんでーす。おはようございます。月曜日でーす。皆さんお気づきですか？髪の毛をピンクにしてきました。横はちなみに剃ってるわけではなくて生えてます。一応短く金髪ですね。ツーブロック、生まれて初めてじゃないかな、ツーブロックとかやってみたの。どうですか、ピンク。今までのピンクの中で一番発色綺麗にできたんじゃないかなと感じてるんですが、というのもあれですね、6時間かかりました。6時間近くね。平塚に昨日行きまして、1回ね、オレンジだったんですよ。なのでブリーチしたんだけど、でピンク入れたら赤っぽくなっちゃって、全然前回のオレンジがね、残っちゃったっていうので、もう一回ブリーチして、もう一回ピンクを入れたら、ここまで綺麗に発色しました。ねえ、ただ一つ言えるのが、恥ずかしい。ね。恥ずかしくて、帽子ね、取れないですね。っていうか、俺ね、毎回いつも思うんですよ。派手な色にした時に。なんで俺髪染めんのかなみたいな。常に僕帽子をかぶってるわけですね。常に帽子をかぶってるわけですけど、なんだろう、派手な色になぜかしてしまうんですけど、何なんですかね、このピンクも何回やったか分かんないぐらいやってますしね。まあ31になってもバリバリ頭皮を痛めつけてますよとね。どうだろう、追加公演これでいけるかな。まあちょっと伸びちゃいますけどね。下ろすと、今風呂上がりなんであれですけど、下ろすとこんなになって、横浮いとるみたいな、横なんもない人みたいななっちゃいますね。ねえ、ほんと気違いいじめとるというかね。できるだけ極力人前では帽子を取りたくないね。もしくは仮面してればまだね、あ、そういう、なんだろう、衣装的なね、キャラ的なね、あれなんだって思いますけどね。普通にいる時にこの髪型とこの髪の色は、髪型はあれですけど、この髪の色はね、ちょっと奇抜すぎると。でですね、今日は、月曜日、先週があれだったんですね、振り替え休日だったので、今日は普通の月曜日ですね。なので、戸塚に、レッスンにしに行きます。昨日平塚ね、髪染めて、今日またそっちの戸塚の方まで行かないといけないというね。11月30が発表会なのでね、戸塚のスタジオの、それに向けて生徒さんたちがラストスパートかけてるみたいなんで、しっかりね、できてないところなどをね、指摘していきたいと思います。今日あれですね、もうチャイルドエイド11月8日のが終わりましたので、もうあとは残すはガンガンポップコーンの追加公演、12月頭からですね、向けてやっていくだけなんですけど、今日はたまたま練習がお休みということで、明日からまた入るのかな。僕のパートは大茶番枠なんですけどね、そこがまだできておりません。 一応大枠はできてんだけど、全然振りとかできてなくてね、時間が全然ない中で、もう変な話3週間くらいしかないわけですよ。でできてない、ちょっと焦ってます、やばいですね。あとは、昨日はあれだもんね、酔っ払って帰ってきて、髪染めに行って帰ってきて、スマブラやって寝て今起きて、なので特に それ以外に話すことがないんですけど、じゃあ質問来てるのかな、ちょっと見てみましょうね。なんか昨日見た段階では質問が全然なくてっていうことだったんですけど、ちょっと待ってくださいね。シャープ70でしたね、前回のは。はい、北井ゆきもんです。おはようございます。今日は日曜日ですね。
ゆうこさんが。質問というか、あれですね、昨日の、あ、一昨日のチャイルドエイド、ラストのモデル A さんが来たセットアップ会議ですよね、ピンポダッシュ PV でも来てましたよねっていうことなんですけど、そうなんですよ、チャイルドエイド。で、衣装ね、いつものやつ飽きちゃってね。っていうか、すごい派手な衣装があるんですけど、それなかなか着る機会がなくて、で、こういうみんなでやったりとかね、そういう時にしか着れないなと思って着たセットアップがあるんですよ。昔ピンポンダッシュ、去年ですね、ピンポンダッシュっていうツアーをやって、で、その時にオープニングの映像で着てたやつなんですけど、はい、その通りですよ。ほら、みんなからの質問がないと、もう終わっちゃう。ということで、ぜひですね、質問をですね、書いていただきたい。じゃないと、まあでも思ったんですよね、この10分もね、こうやってね、何もしないじゃないですか。例えば踊ったりとか、ね、なんか芸があればね、いいのかもしれないけど、ひたすらね、会ったこととか質問にペラ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 、ね、そんな動かずに、ね、顔出ししない人が喋ってる動画、まあ見ないですよねって俺も思うんですよ。俺も見ないもんだって、10分とかだったら長っってもね。それが2分とか3分だったら、まあ見てみようかなとか思うんです。再生回数も上がると思うんです、気楽に見れるから。だからね、2、3分でも2、3分じゃ何も面白いこともできないし、何にも答えられないというね、もうしょうがないんですかね。なんかこれとは別にね、このブログ、話すだけのブログ形式のものとは別にね、何かそういうのができたらいいですけどね。ただね、家の中じゃないと、外でこうやってね、一人で画面に向かって話してるの恥ずかしいんでね、なんかうまい具合に誰かと一緒にいる時とかにこれをやってみようコーナーみたいなのをね、2、3分でポン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 上げれたらいいですけどね。なんかちょっと考えてみます。はい、じゃあとりあえず今日は、こんなもんで髪の毛ピンクになりましたよーっていうことです。はい、じゃあ質問お待ちしますので、ぜひお願いします。